一緒にコラボしてみて西川ちゃんにびっくりしたことは？もういっぱいありますけれども、そんなだってそんなないよだって。いや、あの一番びっくりしたのは、じゃあ答えちょっと、じゃあはい、その答えがこちらです。はい。一切発声練習をしない。本当ですか西川さん？これ本当に。例えば歌番組の収録の前とか。はい、あの朝一とかで収録とかもあるわけですよ。ブ、はい、リザブドローゼズを朝9時から歌うとかあるわけですよ。ありましたね。ね、辛い。で、そんな時ってやっぱ体を起こすためにも発声練習、はいはい、楽屋とかでするじゃないですか。大事ですね。で、やっぱりこう本番前とかだといろんなアーティストさんの、あの楽屋からあのギターの音色、あの発声練習されてる音色、はい、でどんどん聞こえてくるのに、ありましたね、西川さんのところは全く音がしないです。へー、はい、でそれで不思議だなと思って、はい、でなんかこの間お話をしている時に、はい、いや僕はもうぶっつけ本番ですからと、それまでは筋トレしたり寝てますって、はい、ってどういうことですかっていう、そう、あの体さえアップできてれば喉は別にいいかなっていう、うん、だから僕あのよくその言われ、まあ、聞かれるのも多いと思うんですけど、うん、ボイトレっていうかボイストレーニングも僕あのほとんどやったことがなくて、それがびっくりです、はい、あのパワフルな歌声で、そうなんですよ、誰にも世話になったことがなくここまで来ちゃったので、なんか下手にこうここに変なものを入れると余計おかしくなっちゃうのかなと思って、であと結構ねその本番前、ね、特に本番前とかに寝るのって結構喉が寝ちゃう、喉閉まっちゃいますね、うん、って言って結構そのまあ歌う人にとったりとか、うん、あと声を使ったりする人には厳禁とされてるんですよ、はい、そうですそうです、3時間前に起きてないとダメって言われてますから、僕は本番1時間前まで寝てます、それが信じられない、1回楽屋入ってプロテイン飲んで、はい、トレーニングして1時間ぐらいマッサージして、その時にがっつり寝るんですよ、よだれ出るぐらい本当にドカーンと寝て、1時間前ぐらいにむくっと起きて、じゃあ用意抱きしますかって言ってそこそこやって着替えて、何にもしないでドーンみたいな、そう、これでものすごい破壊力のみんななぎ倒していくぜみたいな声が出るので、それが本当にびっくりでした、さすがです。いやでもね、あんま良くないのかなと思って、いやみんな結構ね、結構アップでしてます、してます、なんだら本当に本番前のリハーサルも、うん、あの本当に本編と同じぐらいリハーサル、あ私、ね、うちの派です、水木、はい、さん結構みっちりやられるんですよ、歌います、はい、で僕あのこの間の自分のこの間やってたツアーとかは、はい、あの体をなんかアップする方がちょっと怪我とか結構そのすごいこう集中力が必要だったんで、うん、そっちに集中しすぎてあのねリハーサルしないで、あの3分の2はリハーサルしないで本番やってました。すごいです、出てってからモニターマンに目線でベースちょい上げ、ギター下手ギターちょい下げみたいな、スネアとハットだけちょい上げてキック下げとかを目線とこれだけで指示して、本番で1曲2曲目ぐらいで音作りしていくっていう、すごいですね、すごすぎる、もう真似できません、いえいえいえ、問題良くないんですよ、皆さんやってくださいね、ちゃんと体に良くないです、はい、はい、続いての答えがこちら、はい、やけに機材に詳しい、本当ですよ、やけにってなんだ、いや本当ですよ、いやあの音楽周りのことは、はい、もちろん詳しいと思っていたんですけれども、それね、それ以上にあのビジュアル、そのアートワークとかの方の写真の、写真系かとか映像系の機材に本当に詳しくて、監督さんと、いやここさ、このカメラなんとかっていうカメラ使ったらとか言って、何の会話をしてるんだろうって、アーティストさんでそこまでこだわり持ってやられてる方って初めてお会いしたなと思ってびっくりです、あんまり言わないでもらって、何も知らない子でやっていきたいなと思って、ぼんやりやってますみたいな、すごいんですよ、なんかもうみんなが手を貸さないとこの子立って歩けないよみたいな、もうこれぐらいのよちよち歩きぐらいで生きてきたかった、そう、なんかあのそうですね、いや好きなんですね、でもお好きでしょ、だって言ったって水木さんもね、うん、あの衣装もそうだし、うん、こうアートワークとかはもうずっとそうですけど、うん、こだわりがあって、
そういうのはなんかね、あの似てるなと思ったりしてましたからね。でも私は専門的な言葉を知られないので、もっとテロンとした感じの布ないんですかとか、もっとカサッとしてふわっとしてキラッとしてるやつですとか、もうそうなんですよ。あるな、言ってた、言ってたの聞いたもん、ね、ここがふわっとなって、でこっからがシューッとなったような。そうなんだ。でもそれで通じるスタッフの方がいるっていうのは素晴らしいですよ。そうなん、本当に感謝してます。いやいや、だからもうだから自分でなんか好きなんで、だからこう会話していくときに、やっぱこうあのなんか同じようにやってて、なかなかこう意思の疎通ができなかったりとかすることが多くて、で自分でこうちょっとずつこうあの撮影してるときに、はい、うん、あの技術の方とかと仲良くなっていって、へーみたいな、これってみたいな、今だとこういうのがあってみたいな、ここのメーカーはこんなの出してるみたいな、みたいなのを打ち返ってタタタタって、ここのバージョンそうっていうのを繰り返してやったりとかしてる間に、なんかね、いろいろこう、そうするとなんかこういろんなこう、あ、こいつ分かるんだったらこれもできるかなみたいなのに話してもらえるようになったのでみたいな。でも音楽のこととかよくわかんないですよ。ぼんやりやってます。何言ってんの？本当ぼんやりやってます。なんかわかんないうちになんか僕も同じですよ。いや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 。本当に。でもね、そういうのでも好きだろうなと思ってます。ああ、そうですね。やってるうちにそうなっちゃうんじゃないかなと思いますよ。絶対。